する。なぬ、あわわわわわわわ、実は…うんうん、えひひ、兵道に話を聞いてきたが、今回も新情報はなしだ。エマの友達機能を使って人をいいように操ってたって話だ。まあそう暗くなんなよ。ほーら、兵道のスマホだ。待ってました。今回の件で確信したことがある。やはりこの一連の事件、黒幕がいるぜ。ほう、根拠を聞かせてくれ。兵道、夏目、アリス、3人とも戒心を使って悪事こそ働いていたが、根っからの悪人じゃない。少なくとも欲望のままに現実を歪曲してパレスを生み出してた主たちとは違う。それは俺も気になっていた。挫折こそしたが、夏目は努力をしていた。アリスだって人の光になろうって頑張ってたし、マリさんも市民のために尽くそうと必死だった。ああ、鴨志田やまだらめのような私利私欲にまみれた極悪人とは違う。だがキングが根っからの悪人でないことと黒幕がいることに何の関係がある？あのジェイルって空間は、主が生み出すパレスとは根本的に違うってことだ。その証拠に、ジェイルにはお宝がない。あるのは人々から奪った願いだけだった。そもそもキングたちは欲望の結晶であるお宝を持っていなかったってことになるんじゃないか。ジェイルはキングが作った認知世界ではない。だから別に作った人物がいるってことね。そして極めつけはあの鳥かごの鍵だ。我が輩たちがキングのもとへたどり着くには、いつもあの扉の鍵を開ける必要があった。我が輩はあれをキングや願いを守るセキュリティのようなものだと思ってたんだ。だがそれなら、なぜキングが消してしまいたいと思ってるトラウマ、あれが認知世界だと考えると、キングはトラウマが自分を守ると認知していることになる。確かに妙だな。むしろ逆な気がする。そう、逆だとしたらどうだ。あの扉は何のためにある？ああ、我が輩もそう思う。あの扉は外部からの侵入者を阻むためではなく、中にいるキングを閉じ込めておくためのものだとしたら。閉じ込める？キングなのに閉じ込められてるってのかよ。考えてもみろ。キングがあの鳥かごから出ようとしたらどうなる？扉に触れてトラウマの声が聞こえる？そうだ、キングは自分がキングになったきっかけを思い出し、キングでいなければならないと考える。そして鳥かごの中に引きこもる。そう考えれば
トラウマルームで鍵を守っているシャドウも意味合いが違ってくるな。あれはキングがトラウマを暴かれないよう置いている門番ではなく、キングを閉じ込めておくためのシステムを守っている番人ということになる。よくわからねえが、つまりキングもまた利用されてると、それが黒幕がいると思う根拠か。兵道さんのスマホどうだった？やっぱエマと携帯は正常。それとまた監視されてた痕跡があった。多分今までと同じやつだ。誰かわからないけど。その監視者が黒幕ってことか。目星はついてんのか？第一候補はエマを運営している魔術者だろうな。エマがジェイルの入り口である以上、やはり無関係とは思えない。マディス社な、本社に踏み込めれば話は早いんだが。警察の力でなんとかなんねえのかよ。バカ言え、どんな容疑で令状取るつもりだ。人をキングにしたざいってか。一ノ瀬から電話だ。新しいことが分かったから教えとこうと思って。あれからエマのことを調べてみたんだけど、以前との違いはまだ見つからないね。まあ誰でも簡単に触れるようなものじゃないし、仕方ないかとか思ってたんだけどね。けどエマの変更履歴を探ってみたらさ、面白いことが分かったんだよ。エマは私がマディスに売った後、一度沖縄に運ばれてるみたいなんだ。うんうん、私もなんで沖縄かなって思ってさ、あれこれ調べたんだよ。そしたらね、沖縄のクコ島ってとこにマディスの研究所があるみたいなんだよ。でもこれ公にしてないしさ、行政に問い合わせても未登録らしいんだ。つまりこれって秘密研究所ってことなんじゃないかな。エマに何かされたのならここの可能性が高いと思うんだよね。どうだい、これっていい情報だったよね。なになに、もしかして私グッジョブ？やったね。そんじゃまたね、怪盗団、土産話楽しみにしてるよ。一ノ瀬さん、なんだって？沖縄？青い海？シーサー？パイナポー？チンスコ？いいな、ラーメンみたいなやつだろ。おいお前ら、とりあえず正気に戻れ。未登録の施設ってんなら現地調査からの任意捜査って流れも取れる。真っ当な証拠が見つかるかもしれない。だがクコ島っつったら沖縄本島から少し離れてるな。となると飛行機しかねえか。ちょ、ゴーゴーフェザーマンゴーどうすんだ？せっかく一緒に旅してきたのに。この車、そんな名前だったんだな。それに公共の乗り物は危険だからって。しかしさすがに沖縄まで車は無謀ではないか。ちっと待て、おう、どうした？もちろんそりゃ分かってる。だがこっちも仕事でな。誰からだ？いや嘘じゃねえ、それだけは本当によ。もちろん覚えてたさ。けど俺もその
切られたな。お前ら飛行機はなしだ。車で行くぞ。は？ここから沖縄まで車で行くの？悪いが寄る場所ができちまってな。行くのはまず京都だ。京都だと？俺は本来京都府警の所属でな、署に戻って捜査情報を共有するとかいろいろだ。神戸まで出りゃ直行のフェリーも出てる。時間的には問題ないだろう。それでも京都までかなり距離があるわね。心配すんな、俺が運転してやる。一緒に来んのかよ。つうか新島がずっと運転してたのか。奥村どうした？免許持ってんだろう。取りはしたんですけど、私ペーパードライバーで。それに春の運転はその、まあいい、とにかくすぐに出発するぞ。ここからなら北陸自動車道だな。想定走行時間は21時間ってとこか。おっさん正解だ。21時間？やばくね。俺たち警察は運転のプロなんでな、任せとけ。どうしたんだよ、なんか急に火がついた感じしね。俺は構わん、京都に行けるのだからな。なりふり構わなくなってきたな、お稲荷。ああ、任せろ。さあ出発準備だ、ガキども。うん。さて、よし。やったな。仕事の時間。どうする？
運転そろそろ変わりましょうか。俺のことなら気にすんな。お前らも寝とけ。まだ先は長いからな。でもガキが大人の心配すんなっての。大丈夫だよ、こんくらい。それにしても運転うまいのね。私の運転だともっと車が揺れるのに。これでも昔はパトカー転がしてた。運転なんざ嫌でも身につくさ。交番勤めの時代にな、巡回やらでよく乗ったもんだ。警察官ってやっぱり大変かしら。まあ楽な仕事じゃねえわな。そういや新島は警察官僚を目指して勉強中だって。ええ、まだ始めたばかりだけど。やめとけよ、警察なんて。ましてキャリアなんて地獄だぞ。時間は不規則、転勤はしょっちゅう。その上現場の責任だけは押し付けられる。それでも目指すって決めたから。大変な仕事だって分かってるけど。ありがとう。ま、そんだけ強い気持ちがあるなら好きにすりゃいいさ。だが先輩として一つ忠告しとくぜ。お前が仕事に打ち込めば打ち込むほど家族には寂しい思いをさせることになる。事件や事故はこっちの都合なんてお構いなし。まともに家にも帰れねえことなんてザラだ。それでもやるのか、よく考えておくんだな。もちろん重々承知の上よ。というかあなたの家族だって家で帰りを待っているんじゃないの。さあな。うるせえ、余計なお世話だ。まあなんだ、よそ様の家の心配よりまずは自分のことをよく考えろっての。そうね、本当にそう。ん？どうした？あなたの話を聞いてたら父のことを思い出して。私の父も警察官だったから。もうずっと前に殉職してしまったけれど。そうか。あなたよりずっと真面目で厳格だったわ。でも根っこは似てる気がする。俺なんかと一緒にしたら親父さんがかわいそうだぜ。ああ、その新島は小さい頃仕事でなかなか家に帰ってこない父親を見て、どう思った？え？そうね、今は誇らしいわ、とても。父は警察官として信念を貫こうとしていた。きっと最後の最後まで被害者を生まないために戦うのが自分の仕事だって。そんな父の姿を見て育ったからかな。やっぱり警察官は立派な仕事だと思う。そうとも限らねえさ。できることはたかが知れてる。狡猾で悪意のある相手ほど手が出せねえ。誰かが決めた正義、組織の正義、法でがんじがらめの正義、そんなもんに言われるがまま従うだけ。自分の信じる正義を理屈で押さえつけてな。少なくとも俺の周囲は俺みたいなふぬけた犬ばかりだ。話だけは聞いてるよ。お前はよく耐えたと思うぜ。つうかあれだ、もう俺が聞きたかったのはそういうことじゃなくてだな。当時のお前は
父親が帰ってこないことをどう思ってたんだ。どう思ってたか、仕方ないって分かってたけど、もちろん寂しかった。でも私にはずっとお姉ちゃんがいてくれたから。はあ、そうかい。妙なことを聞いちまって悪かった。いい加減お前らは寝てくれ。いざって時にポンコツじゃこっちも困るからよ。たっぷり寝すぎてもう寝れん。暇。まだお腹も空いてないしね。京都まではもう少しかな。ほら龍二、なんか面白いことやって。いや無茶ぶりかよ。俺は芸人じゃねっつの。こんな時に。あー、いやまあ切る理由もねえか。ただ余計なことは話すなよ。運転中だから後でかけ直すって言ってくれ。もしもし、もう昼過ぎなんですけど、何してんの？まさかお母さんの命日まで忘れたってわけ？あ、あなた誰？あいつに代わってください。どういうことですか？どうしたの？誰から電話？もしかして急用とかかな。どっか止めたらどうだ、おっさん。なんか女の人の声するんだけど。ふざけんな。どうせ遊び歩いてんでしょ、バッカみたい。なんか怒ってね。ほんと最低。もう帰ってこなくていいから。あんたなんかにお母さんのお墓参りする資格ない。ちょっと状況がつかめないんだけど、大丈夫なの？そうか。で、誰なんだ今の？娘だよ。娘？いたのか？ああ、くそ。悪いが飛ばすぞ。ちゃんと座っとけよ。もう京都市内だ。ここでいいな。俺はもう行くからよ。どっか適当なとこ泊まって寺でも見物してろ。明日また連絡する。え、明日ってそんな急に？どうなってんだ？先ほど電話があってからだいぶ焦っていたようだが。つか約束でもあったんじゃね？漏れ聞こえた内容からすると、今日は善吉の妻の命日で墓参りに行くらしい。善吉さんの奥様、亡くなって。それで娘から催促の電話が。善吉、それならそう言えばいいじゃねえか。ていうかそんな大事な日に喧嘩しちゃったらヤバくない？周りで女性の声がすると怒ってた。どうせ遊び歩いてるんだろうって。あー、これ完璧誤解されたな。大変。ちゃんと説明して誤解を解かなきゃ。ええ、きっとこの近くの墓地よ。急ぎましょう。検索したが付近に墓地は一つしかない。きっとそこだ。
すまん、遅くなった。あかね、言い訳とかいいです。女の子と楽しく遊んでください。さよなら。いや、誤解すんなって。本当に仕事で。触らないでもらえますか。お母さんを殺した犯人も捕まえられないくせに。娘と目も合わせられないの。そうだよね、そうやって逃げてばっかり。あんたなんか父親でもなんでもない。あ、いや、その…おお。どうする。もうこれ完全に修羅場だぞ。一方的にやられちまってるな。誤解させてしまったのは私たちよ。きちんと説明しましょう。ちょっと待ってもらえません？お前らどうしてここに。誰ですか、あなたたち。はあ、それで何か。すんげえ怪しまれてるぞ。そりゃそうだが。ごめんなさい、いきなり大人数で。でも話を聞いてほしいの。お前ら何しに来た。明日連絡するって言っただろよ。いや、俺たちのせいで心配させてしまったようだからな。あかねちゃんでいいのかな。私たちお父さんの仕事に協力していて、ついさっきまで一緒に行動していたの。お父さんには運転をお願いしてたから、代わりに彼が電話を取って。じゃあさっきの電話は。周りにいたのは私たち。本当にごめんね、心配させちゃって。そうだったんですか。私の方こそ大変失礼しました。早とちりして騒いでごめんなさい。おお、めっちゃ礼儀正しい。この時点でリュウジ超えた。うるせえ。でもさ、マジでおっさんの娘とは思えねえわ。うるせえ。あのさ、あかねちゃん、今日お父さんと約束してたんだよね。遅くなってしまってごめんなさい。私たちからもお詫びするわ。いえ、いいんです、別に。そのすまなかった、あかね。命日のことはちゃんと覚えてたんだが、こいつらと追ってる事件の関係でどうしても帰れなくてな。あなんで笑ってんの。うん、あ、いや、っていうか私あなたから何も聞いてないですが、前もって連絡すればよくないですか。敬語。実の父親をあなた呼ばわりとは。ああほら、捜査の情報とかって家族とかにも勝手に言えないんだよね。そうね、職務上の秘密は漏らせないから、そこは理解してあげて。なあ、その辺にしとけって。ちょっとリュウジ。ああ、いや、俺もお袋には迷惑かけてばっかで偉そうなこと言えねえけどさ、世話になってんだろ。あんま自分の親に噛みついたりすんなって。うん、宗次郎だったら泣いてる。ショックで腰抜かして半年は寝込むぞ。別に私は。あのね、責めてるわけじゃないの。いろいろ事情があるだろうし。でも本当にお仕事だったの。あまり責めないであげて。
わかりました。ありがとう、あかねちゃん。大切な日に迷惑をかけてしまったな。私たちも手を合わせていいかしら。はい。お前ら、その気にするな。だがこれで一つ貸しだな、善吉。おい、いきなり喋んな、猫。茜になんて説明すりゃいいんだ。心配するな、茜には聞こえてない。そんなことより、みんなでご挨拶だ。早いもんだな。それは、私もう帰ります。じゃあ一緒に帰るか。今日はうまいもん出前で取って。いらない、あなたとは話したくないので。おい、あかね、行っちゃった。なんかおっさんにだけ当たりきついな。反抗期ってレベル超えてるぞ。素直でいい子そうなのに何があったのかな。いろいろすまなかった。正直お前らのおかげで助かった。すまないついでに俺も今日は家に帰るわ。また明日落ち合おう。いいけどよ、帰ったらまた揉めんじゃね。いや、まあ気にすんな。難しい年頃なんだよ。あまり帰れてないみたいだけど、家のことは大丈夫なの？あかねちゃんの食事とか。一応隣には嫁の両親が住んでる。ただあいつろくに部屋から出てこなくてな。一緒に飯食うでもなく、弁当やらで済ませてるみたいだが。え？それがもうずっと？そもそも俺は出張ばっかだし、あいつが普段何食ってんのかも知らねえ。育ち盛りなのに栄養バランスとか大丈夫かな。金なら送ってるよ。あいつだってもう中3だし、俺がどうこう、せっかく会えたんだし今日だけでも何かしてあげたい。お父さんにはお世話になってるからな、豪華ディナーでおもてなしってのはどうだ。いいわね、みんなで腕を振るいましょう。食事しながら話もしたいし。というわけで今日はお邪魔しますね。たくさん食材を買っていきますから。よし、茜の後を追いかけるぞ。は？ちょっと待てよ、こら。何勝手に決めてんだ。おい、クソガキども、本気か。本気で来るつもりか。話聞いてます。あかねちゃん、そっちのジャガイモを取ってくれる？あ、はい。
そんなかしこまらなくてもいいって。タメ語でいいよ。タメ語、ありがとう。そうそう、よくできました。アカネ、一緒に人参を切ってくれるか。うん、わかったよかった、うまくやってくれてるみたい。やっと慣れてきたって感じか。最初はどうなるかと思ったぜ。こうしてられない。私も何か役に立つ。そうだ、プロのレシピを見つけて。大丈夫だぞソフィア、ああやって作るのもカレーの醍醐味だ。そういうものか。勝手にくつろぎやがって。お前らのズーズーしさには恐れいるぜ。しかし家ん中がこう騒がしいのはいつ以来だったかな。なあおっさん、聞いていいかわかんねえけど、アカネの母ちゃんってなんで。交通事故、ひき逃げだ。だから殺されたとかって。つか犯人がどうとか言ってたよな。まだ捕まってねえのかよ。捕まえられなかった。容疑者はもういない。お前らには関係のない話だ。いやでもよ。ねえ、ちょっと仕上げ手伝ってくれる？ほら行けよ、うまいやつを頼むぜ。おいしい。京野菜カレー、我ながら最高かも。どれどれ。なかなかやりおる。宗次郎にも報告せねば。まあ泣くよな。泣くほどうまいカレー、私も食べたい。いや食えねえだろ。我が輩も熱々だとちょっとな。モルガナは後でね、ちゃんと残しておいてあげるから。にゃっほー、さすがは作戦参謀だぜ。羨ましいぞ猫ガナ。猫ガナってなんだよ。誰と話してるの？なんでもないのそれよりどうかしら、アカネちゃん。みんなで作ったカレーの味は。アカネ、うまいか？そうか、よかったな。我が輩たちは黙ってた方が良さそうだな、ソフィア。やむなし。おお、新メニューをひらめいたのか。今度我が輩にも食べさせてくれ。やべ、いくらでも入りそうだぞ。おかわり。させんぞ双葉、おかわりは俺がいただく。はいはい、まだまだあるから喧嘩しない。本当に美味しい。私にも作れるようになるかな。そうね、アカネちゃんは筋がいいからすぐにできるようになるわ。ありがとう、頑張ってみる。そうだアカネちゃん、後で一緒にお風呂入ろう。え、お風呂？ほら、裸の付き合いってやつ？モデル仕込みの美肌ケア教えてあげる。本当？
じゃあ入りたい。あ、それ私も教えてほしいな。ご一緒させてもらっていい？おいおい、何人で入るつもりだよ。今日はいろいろ助かった。狭いとこだが、ゆっくりしてけ。世の中の奴らは驚くだろうな。こんなお人よしのガキが怪盗団なんてよ。困っている人間がいるなら助けてやるのは当たり前だろ。ま、俺らなりに思ったことやってるだけっつうか。弱きを助け、強きをくじく、それが心の怪盗団の信念ってやつだ。そして萎縮一般の恩は忘れん、決してだ。そうかい。とにかく改めて礼を言っとくわ。茜のあんな顔を見たのは久しぶりだ。なおさん、さっきの話だけど。すまん。さすがに一日まるまる運転すると答えるな。坂本、なんか言ったか？いや、なんでもね。悪いが、俺はもう寝る。お前ら、後で茜の部屋に行ってやってくれ。最近ネットのなんとかにハマってるらしくてな。生放送がどうとか、推しがどうとか。俺はそのあたりに疎くてさっぱりだ。適当に相談に乗ってもらえると助かる。ロジャーだ、任せとけ。よし行こう、みんなでお部屋訪問だ。
怪盗団の大ファンでよ。そうそう怪盗団大好き。イケイケゴーゴー頑張れ怪盗団。本当嬉しい。あのね、みんな知ってると思うけど、怪盗団はこのすさんだ世の中を変えてくれるヒーローで、困ってる誰かを救うため命を懸けて悪と戦い、みんなに勇気を与えてくれるの。メンバーは8人とも9人とも言われてるけど、その正体は未だ謎に包まれてるんだよね。ネットで見た動画だと、メンバーみんな個性的で、どんな人か想像するだけでワクワクしてくる。特にこの真ん中の人が私の推しで、リーダーかな。ミステリアスで本当に素敵。おう、怪盗団が好きなのね。やばい、むしろ私が茜ちゃん好きかも。あ、ごめんなさい、つい話しすぎちゃって。そんなことないよ。もっと怪盗団のお話聞かせてほしいな。何？ネットでやってる生放送、怪盗団のやつなんだけど。お、面白そうね。うん、私も見たい。じゃあちょっと待ってて、ちょうど今からなの。する職務、久しぶりだな。今宵も怪盗団を愛する諸君らと共に楽しい時間を過ごそうではないか。ふん。生放送ってまさかの配信側？完全にキャラ変わってる。おっさんが言ってた生放送ってこれかよ。あの人形が喋ってる体なんだね。お、あれってお前の真似か。怪盗団の魅力を存分に語らせていただこう。チャンネル登録者5万人。動画配信者としては中堅クラスだ。このレベルなら収入もあるぞ。怪盗お願いチャンネルに続き、ここにも怪盗団の支援者がいたというわけか。なんだかくすぐったいけど、やっぱり嬉しいね。諸君、もうご存知だろう。怪盗団が復活を遂げたということを。各地で合計3件の事例が上がっている。これは大変喜ばしいことだ。共に彼らの復活を祝おうではないか。
ノリノリだな。今日はお父さんも帰ってきてるし、張り切ってるのかも。そうね、やっぱり嬉しいと思うわ。なんだか昔の私を見てるみたい。昔って、誠も生放送やってたのか？世紀末覇者チャンネルとか。お疲れ様。お話も上手だったし、みんな盛り上がってたね。ありがとう。去年の事件があってからずっと怪盗団関連の配信してるんだ。最近の若い子ってすごい。おばちゃんか。でも最近成績が落ちちゃって、もうすぐ受験だから頑張らないと。そういうことなら私たちで勉強を見てあげようか。お、本当？もちろん、みんなもいいわよね。ありがとう。こうやってくくれば簡単に因数分解できるの。すごい、ありがとう。やっぱり誠さん教えるのうまいよ。お役に立ててるならよかった。じゃあ次ね。誠に任せて正解だね。うちらじゃ絶対無理だもん。1ミリも期待されてねえだろう。ありがとう、こんなにいろいろしてもらって。ううん、こっちこそごめんね、急に大勢で押しかけたりして。全然いいっていうか、むしろありがたいです。こうやって誰かとたくさん話すの久しぶりで。他のお友達は？私ずっと東京育ちだったからこっちにあんまり友達とかいなくて。そうだったの？でもお父さんは京都府警のはずじゃ。お母さんの事故の後、警視庁から京都府警に移動したの。こっちにはお母さんの両親がいるからって。いいお父さんじゃない。それはきっと茜ちゃんを一人にさせないために。あいつはそんなこと考えてない。私を放って毎晩飲み歩きたいだけ。それにあいつはお母さんを殺した犯人を。大丈夫よ、茜ちゃんも大変だったのね。お母さんのことがあってから私ずっと落ち込んでて、あんまりみんなと遊んだりできなくなって。そっか。今は生放送のフォロワーさんたちがいるからなんとかやってるけど、やっぱりうちに一人でいるとすごく寂しくなったりして。うん、あのね、私の母親も私が小さい頃に亡くなったの。
それからは父が男で一つで私とお姉ちゃんを育ててくれた。父はあなたのお父さんと同じ警察官でね、帰りも遅かったし帰ってこないこともあった。そんなことが続いて、お父さんは家族のことなんてどうだっていいんだって。でもそんな父も捜査中にトラックにはねられて死んでしまった。そうだったんですか。後になってすごく後悔した。もっとお父さんと話しておけばよかったって。家族やみんなのために精一杯働いてたお父さんに、私全然お礼を言えてなかった。もっとありがとうって伝えなきゃいけなかったって。茜ちゃんとお父さんのことに私が口を出すべきじゃないかもしれないけど、でもね、お父さんがお仕事を頑張ってることをあまり責めないであげてほしいな。でもあいつは、うん、ごめんなさい。よかったら話してくれないかしら、お父さんと何があったのか。私、え、でもそいつは捕まらなかった。その後、引いたのは私ですって書いてあったんだって。そんな、目撃証言があるのに警察がそんな初歩的な捜査ミスをするはずは。あいつも最初はそう言ってた。でも結局ダメだった。警察もあいつも私を信じてくれなかった。どうして、私が子供だから。茜ちゃん、あいつはもうお母さんのことなんて、うん、私のこともどうだっていいんだよ。さっさと次の女作ろうとしてるに決まってる。だから私が邪魔なんだよ。あんなやつ私の父親じゃなかったらよかったのに。やめなさい。お父さんはどうでもいいなんて絶対に思ってない。茜ちゃんがとても辛かったのもわかる。でもきっと何か事情があったんだと思う。長谷川さんは不真面目に見えるところもあるけど、あの人は信念を持ってる気がするの。少し前に迷子の子供を必死に助けてたし、私たちにも手を差し伸べてくれた。でもそれは、長谷川さんを見ているとお父さんのことを思い出すの。お父さんも、お父さんも、私のお父さんは私やお姉ちゃんのために、家族のためにいつも精一杯頑張ってた。だからきっとあなたのお父さんが頑張ってるのも茜ちゃんのためだと思う。私も、長谷川さんが茜ちゃんの前で見せる顔はどこか優しくて、いつもと全然違うもの。それだけ茜ちゃんのことを思っていて、あなたのことが誰より大事なのよ。ただ遠ざけるだけじゃダメ。あなたも苦しくなってしまうだけだから。それにちゃんと茜ちゃんの気持ちも伝えなきゃ。伝えればよかったって後悔しないように。どん、ごめんね、あなたを責めてるわけじゃなくて。違う、
違う。お母さんが。あ、ごめんね。思い出しちゃったね。悩み事があったら連絡して。私はいつでも力になるから。ありがとう、ありがとう。あかねはなぜ泣いている？どこか痛いのか？そうなのか？あかねちゃん、さすがは誠だな。母か。あかねもおっさんも苦しんでんだな。そろそろ我が輩たちも寝ようぜ。明日からまた長旅になるしな。うん、なんだか心がポカポカする。今日はぐっすり眠れそうだ。あいつら。